ねえ、りんちゃん。りん監督、今日また追加しましょう。野菜。ほら。枝豆と、もろこしですね。巨大もろこしの苗買いました。あと、ゴーヤ。監督、これキュウリ。キュウリだね。大きくなるといいね。監督、キュウリ好きじゃん。監督、これもろこし植えるよ。お、監督もふみふみしてる。監督今日歩きあるんじゃないですか。ふみふみしちゃって。これはね、1本ずつ植えますよ。こんな感じでいいですか。こんな感じでいいですか。はい、これ植えましょうね。これも植えましょう。監督、何して、監督、それ苗植わってるんですけど、それ監督、それ詰めときじゃないですよ。苗が植わってるんですよ、それに。監督、苗植わってるから、はい、監督、もろこし食っちゃダメじゃないですか、監督。監督、しっかりしてくださいよ。
これは枝豆。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。とりあえず今回はもろこしと枝豆、ゴーヤを追加しました。あと植えるとしたら時間差でまたここにナスとかピーマン植わってるんですけど、 2,3 週間後にここにまたナスピーマン植えて時間差で収穫できるようにしたいのと、あとそうですね、きゅうりも時間差で収穫できるようにするのと、トマトもそうですね。あとはもうないかな、植えるの。